で1位はやっぱ大将はね、金床の頃、関根さん来る前かな、人を受けさせるってことをお前はまだしてないって、うん、自分だけ受けようとすると、うん、で人を受けさせると大人の男がこいつうまいなって思うんだよ、うん、で男がついてくる、でお前今日受けさせないの簡単だよって言ったの、うん、本番前のある、はいはい、テレ朝の喫茶店、はいはい、あそうですか、その日本当に何やってもスコーン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 、俺ね乗ろうと思ったけどすごい勉強になった、あの人を受けさせないっていうのはダメだよって言ってるだけだと分かんないけど、お客さんの前で、あのいわゆる赤っ恥を書いたわけよ。なるほどね。